電子手の主と運動がしたいずんだもん。君はどんなスポーツが好きなのだ。そっか、でも動くと楽しいのだ。運動すると気分も上がるし、体も健康になるのだ。やっぱり自転車乗るのが好きなんだけど、君はどんな運動が好きなのだ。ふむふむ、ゴロゴロもいいけど、たまにはちょっと動いてみるといいかもなのだ。例えば軽いストレッチや散歩でも気分転換になるのだ。体を動かすとリフレッシュできるから、試してみてほしいのだ。楽しいこともできるなのだ。いいのだ。2キロのウォーキング気持ちいいだろうなのだ。外の空気も吸えて気分もすっきりするはずなのだ。スーパーでいろんなおいしいもの見つけられるかもなのだ。楽しんで歩いていってなのだ。ほうほう、そうなんだね。排気ガスはやっぱり気になるのだ。でも気をつけながら歩くとか、混んでる道を避けるとか、マスクをすると少しは緩和されるかもなのだ。健康のためにも。できるだけきれいな空気を取り入れられるように気をつけようなのだ。頑張ってなのだ。そうなのだ。頑張ってなのだ。ウォーキングもして健康に気をつけてなのだ。何か困ったことがあったら僕に相談してなのだ。ありがとなのだ。ほうほう、もちろんなのだ。何でも聞いてなのだ。できる限り助けるのだ。一緒に解決策を考えていこうなのだ。気楽に聞いてなのだ。ほうほう、どういたしましてなのだ。またねなのだ。良い一日をなのだ。バイバイなのだ。終わりの時が来たのだ。もっと話したかったのだ。こうしてずんだもんは妖精の国へ帰っていきました。